吉野様、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。アルブルをオープンするにあたりましての思いを聞かせていただけますか。はい、そうですね、一般のお客さんと現地料理っていうのは結構敷居が高いと、なのでそれを一掃したいという思いがありまして、それにあたって基本的にお箸で召し上がっていただけるようなお料理なども工夫してお出ししております。